徳さん、あと18秒です。18秒、椅子1個ください。あと18秒。すごい。はい、どうぞどうぞ。10秒前です、うん、どうぞどうぞどうぞ。ハイサイ、ハイサイ、T シャツかぶり。今ここ花火だ、今ここ花火だ、パチ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 。いや、徳さん、あの10秒前に入るというですね。いやいや、計算尽くし、計算尽くし、はい、今日はゲストもいるからね。そうそうす、すごいゲストも来てるからいっぱい喋っていきましょう。あんまりすごくないですよそれ、あの話聞いてから後で今日ね、すごくないとかね、あの そういうあの何ですか、肩書きで同行する番組じゃないので。そうですね、うん、あの自然体で、あの宣伝も何も一切しないし、番組の何ですか、スポンサーも取らないし。そうだよね、うん赤尾さん、昨日夜は遅くまで行きました。すぐ戻りました。もう早く休ませます。あ、なるほどね。ありがとうございます。はい、赤尾さん、これちょっとね、直でね、できれば近づけて。はい、あ、了解です。はい、はい、OK です。はいはい。まあ、これはなんか、あんまり慣れてない女性の方がいるから、今言いそうだったから、もうちょっと長くしてもらっていいですか。あ、そう。一応、女の人に見えるんですけど、女性じゃないです。いやいや、どう見ても女性でしょ。池田さん。池田さんですね。一応社長さんですよ。あ、うん、まあ、専門はって聞き方していいのかな。何の社長です。アパレルとか、なんかあの洋服のデザインとか。全然違う。むっちゃ適当ですね。なんで誰も得しない嘘つくんですか。いや、今日はちょっとですね、水の専門家というか、水を愛してる人というか。そうですね、まあ、もっとちゃんと言うと、水オタク水オタクのお二人を呼んでるんですよ。あ、池田さんも その一人なの。池田さんも水オタクですよ。あ、この美貌はこの水でらしいです。もともとブスですよね。いやいや、どう見てもそう見えないよ。いやいや、だから昔ブスだったんですよ。ああ、水飲んで美人になった。そう、水飲んで。かわいさん、止めないとどんどん言いますんでね、ちょこちょこ止めていきましょうね。かわいさん当たってると思う。当たる。当たとんで。うん。かわいさんは水飲んでるんですけど、あんまり聞いてないの。聞いてない。あ、飲んで美人になるのに、かわいさんが聞いてないっていう。多分マインドの問題だと思うんですよ。あ、そうかそうか。まだジャグリングで。あ、だけどマインドの話をすると。20年前ですよ、河合さんはもう量子がとか、ハイゼンベルグのなんと不確定定性原理がとか、本に執筆されてました。20年前ですよね。はい、もう20数年前。う、ね、もう河合さん、じゃあもう20年前に悟ったってことになりますね、簡単に言ったらね。多分悪いことしたんですよ。なんでよ、や、もうちょいちょっと聞こうぜ、聞こうぜ、河合さん、どういうことですか、20年前にも悟ったんですか、あの、なんていうんですかね。もう色即空とか空の話されてましたね。そうそう、空の話ね、空の話でもう、まあ、20年前で悟りなんてとんでもないですけど、まあ、いろいろ自分の中で考え事をした20代があって、うんうん、まあ、その当時いろいろ、まあ、沖縄をうろうろしだしたのもその頃なんです。あ、20年前20代の頃はしのぎが良かったらしいんですよ。言い方よ、やい。いや、なんであえてしのぎって、久しぶりに聞いてよ。あの頃はしのぎが良かった。本人の本に書かれてるので、まあね、まあまあ、しのぎが、ね、はい、はい、はい、いろいろこう、うんうん、じゃあ逆、簡単に言ったら悩んでたってことですか。じゃあいっぱいいろいろ考えすぎて。悩みましたね。え、そう、僕は河合さんの一番かっこいいのはパリダカラリーに出てたっていうこと。パリダカ出てたんですか。パリダカは出てたんですか。ええ、それはまあだいぶ40代の頃ですね。あ、うん、40代でパリダカなんですか。そう余計にすごい。余計すごいよや。余計にすごいよ。余計すごいよや。まあだけどね、最初もう経済中心のものの考え方を自分の中へ染み付かせて、はい、まあ売り上げや会社の規模や拡大やって、はい、今現に目の前に金まみれの男がいます。一参考ならず聞いといてね。で、経済にずっと、はいはい、まあ、まあ、ぼっとしてた時に、いや、はい、いろいろまあ本質的なことを考えて、このままこう拡大ってずっとし続けていけるんだろうかとか、うん、で、まあ、そこで作り出した後のゴミの問題とかね、うんうん、まあ、今ここにあるハイテクのみんなに喜ばれる機械も、うん、まあ、3年したらもうゴミになっちゃうわけですね、うん、まあ、そういうことについてなんとなくいろいろ大きくものを考え、まあ、100年の単位でね、うん、ものを考えたら
何も意味ないことしてるんちゃうかなって、それをふと思ったんですか。思っちゃったんですよ。あんだけ授業伸ばしたのに。だから、あ、だからこそもうそこに行き着いたんだ、ね、これ意味あるんかっていう、うん、で、だけど、まあ、先輩経営者とかにもいろいろ相談しても何らまともな答え返ってこないし、パラパラパラって見たら天風会に入られてたんですよね。入ってないです、入ってないです。あ、天風会にどうのこうのって書かれて、天風会入ってたのは水口先生。あ、そうなんですね、はい、間違ってるんですね。ただ成功の実現とかは昔人に勧められて読んだことありますけど、はい、まあなんかその、まあ、今の時代の経済中心のものの考え方に対して自分自身がそれプレイヤーとしてやりながらふと気づいたらなんかもう悩んじゃったみたいな。もうあんだけ結果出してなんかもう虚しくなったってことですか。うん、あの世界50カ国悩んで歩いたっていうことですか。50カ国も行ってないし、僕の中でちょこちょこね、あのすみません、ずれがね、何かとずれて、あのその訂正しながら進めましょうね、あの、はい、得意なので、はい、いつも間違ってるんですよね。いや、大方合ってるんですよ。あ、大方ね、一応ね、ま、回ったのは本当ですからね。ま、数字は気にしないで、大方世界各国回ったということで。そう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 、僕よく、うん、よく言います。大方全然間違ってはれんのでもうな、はい、でその旅はあの今日あの悩んだ旅なんですか。悩んだ旅で、本当ですか。答えを探しに回ったとこですか。自分探しの旅だったんですか。古代に今よりも高度な技術や文明が存在したんじゃないかっていうことがね、はい、一部これはもう科学的な話じゃなくて、まあ、例えばオーパーツと呼ばれるようなね、うん、オーパーツ、はい、あの今の技術、神々の指紋みたいなお話ですね。そうです、あの今の技術では作れないものが遺跡から見つかったりするんですよね、うん、で、実はその古代にはもっと高度な、うん、まあ、今の技術近代が最先端ではなくて古代に眠れるそういうものがあるんじゃないかと。で古代の姿っていうのをいろいろ考えた時に、まあ、歴史なんていうのはもう伝えられてる歴史はもうインチキで作られたもん で、うんうん、でそれよりあの本当の歴史っていうのをちょっと探そうと思って、まあ、その日本国中のいろんな聖地と呼ばれる場所とか、うん、そういうところを、だから久高島にとか、そうそうそう、沖縄 もきっかけは久高ですね。あ、きっかけ久高島なんですね。本気で、まあ、そういうところを巡っていろいろあの、まあ、なんとこれはあれですけど、行く土地土地行くとですね、やっぱり水が違うわけですよ、うん、いろんな温泉が湧いてて、うん、アイナ入ってるとその地球の地みたいなもんやなと思って、ね、水がそうです。でその地からの情報っていうのがなんかあるように思えたんですね。うん、直感的に。直感です。その頃は40、その時が40代。多分30代。旅の、そうそう、今のは30代ね。そうそう、旅の途中でオートバイで転んで頭を強く打ったとか。あ、いっぱい打ってます。ちょっとあの、まあまあ多分打ってそう、はい、打ってそうな。その時にカンカンって。なるほどね、なんかできたんでしょうね。相当打ってます。じゃあやっぱりですよね。あの普通にはそこに行かないですよね。うん、結構頭叩かれる。かわいい、あ、はい、あのすみません、あのもう話進める河合歩夢さんと申します。はいはい、あのフロッピーディスクに。コピーガードを発明された方です。昔々ですね、うん、あのあちょっと河合歩で検索してて、ちょっとあの半蔵、あとちょっとなんか待って女性関係のいろんなのが出るからあと詐欺とか、あとあの徳さんが気になる、あの20代で東証一部上場されたんですよね。いや違います、あのそれも、まあ、ちょっと間違ってですね、21位の時に創業した会社が、はい、あ30代後半で、東証のマザーズの市場に登録したって。ああ、なるほど。20やってで30代でやったっていう。はい、すげえ。まああんまりですよ。いやいや、前いない時、あの沖縄に3名もいないよって言ったさ、そういう人。そうそう。沖縄に3名も2人いるかいないかなのに、うん、そのまあ3名になりかねんよっていう話したさ。沖縄で言ったらあの伊是名出身のジャスイオンの社長。うん、が一人でしょ。あの人とか三栄の社長とか、ね、あの次に戸口みたいなそのぐらい4番目ぐらいですよね、河合さんね。はい、でそこまでやって、はい、ふと何かこう回りだす。オートバイに乗って頭打っちゃいけないっていう話ですねそこまで行ったのにオートバイで頭打ったったりするとなんか水に情報があるんだとか、そういう そこまで行かないですね、うん、オーパーツとか、うん、そういうあのグラム・ハンコックさん、僕一緒にお話ししたことあります。あ、そうですか。実はあの海底遺跡 の、うん、あの発掘調査 の、 あのテレビ の、 あの
なんていうんですか、番組で リーダーになって潜って取材で追いかけられて、でテレビクソだから、ないのにどんなに潜ってもなそれらしきものはないんですよ。したら上がってきたら、徳志さんなんか遺跡に見えるところ、どうでもいい角度的に見えるところで遺跡だって言ってもらえませんかって言って、もう本当に嫌だなって。三上っていう人アナウンサーいるでしょ、三上でいるでしょ、もうちょいピー入れれあの時にテレビって全部やらせなんだって、なるほどね、全部やらせなんだと思って、あれからだよテレビ見てオナニーしなくなったのそうですか、はい、もうテレビでは絶対オナニーしてやるかと思ったから、お前は愛してあげないと思った。自分ワコール一時停止してやってましたよ、ね、うん、あワコール一時停止してその時にこう、わかる、これそうあそこをスローモーションして巻き戻ししたりして、うん、あそこを置かずにしました。あ、よかった。だからあの学校の先生辞めさせられたんですよ。なんでよ、辞めさせられてないよもっともっと学校の先生だったんですけど、ちっちゃい男子生徒の、はい、うん、いたずらして大丈夫ですか。徳地さんの嘘はね本当に聞こえるからやばいんですよ。あと嘘ですよ、県知事屋目指せているんですけど、はい、この普天間さんを県知事にする番組です。あ、ちょっと今ここうがなびらの説明最近してない、やりましょうね。はい、はい、お願いします。今ここうがなびらはね、元あのハイサイグスー用中がなびらっていう沖縄の一番最初にする挨拶があるんですよ、はい、なんか最初の挨拶みたいな感じなんですけど、はい、実はあの今ここにあることに感謝するっていうのが、あ、いいですね。でそれを徳志さんがちょっと少し標準語風に言ったのが今ここがなびら、うん、もうただただあることに感謝、一応祈りを捧げる言葉だしね本来は、はいはいはい、まあ、でも一応シンプルにありがとうで、今ここに存在していることに感謝が今ここうがなびらっていう非常にいい番組、大体なってます、大体非常にいい番組なんですけど、今みたいにね、あの VV ね、下ネタとかですねいろいろ出てくるわけですよ。あ、ちょっと今のが番組名、そうです、はい、今ここうがなびらが、そう、番組名は今ここうがなびらです、毎週金曜日は今は時間の今ですよね、はい、ここは空間のここ、はい、今と心で念っていう感じになって、今ここは心のことなんですけど、空間の、うん、今ここでうがなびらのうは宇宙のう、がは画商のが、喜びのがだけど、がはあの神に祈るみたいな、ありがとうみたいなんですけど、ありがとうの感謝の仕方が、あのありがとうございます神様みたいのじゃなくて、ありがとう神様みたいな感じであの喜んでるのを見せてという、これがあのが、はい、あの踊ってる、喜んで踊ってるのを見て神様に感謝の気持ちを表してるという、はい、いうが、でそれをうがな収める、はい、美美しく、はい、よく収める、うがなびら、いい言葉ですね、今ここうがなびら、うん、なのにオナニーとかね、そうもう本当にですね、うん、だけどオナニー気持ちいいからやめられないからねじゃあここでじゃオナニーじゃなくてセルフプレジャーっていう言い方をですね、セルフプレジャー、セルフプレジャー、ちょっとごめんなさい、そうセルフプレジャーです自分も今来る前にやることが迷って やらずに来ました迷ったんですよ、やらんこうって、今から河合さん会うからそんな失礼なことできんと、そうやってきた、いやいや、やらんできました、失礼なので、あ、失礼なんですか、失礼じゃないけど、言わんければバレないけど、はい、いや、なんとなく会う前はやめとこうっつって会ってからのが嫌です、会った後にね、何想像したばって、河合さんの横にいらっしゃるあの見た目が女の池田さんは、あの河合さんのこの仕事とか考え方とか、あのまあ経営理念とかもので超えて生き方に惚れて、へ、うん、あの男性としてじゃなくてですよ、あの人として本当に惚れて、あ、もうあの小判ザメのようについて回って勉強してる。え、どれぐらい、スタート何年前ですか、発端は。2011年に初めて会いました。2011年、今2025年だから、いやいや、なんでちょっとサバ変なサバの読み方してなんで持ったん、なんでか17年、2011年の7年に6年、あ、5年前ですね、約5年前です。どこで縁したんですか。私がバーで働いてる時に、はい、あの河合さんがお客さんで来て、おー、たまたま、うん、で私は昼間の仕事をしてみたいっていうことを当時のお客さんの河合さんに言ったら、
じゃあ俺んとこ来るかって言って、行く行くって言ってから始まり、マジか、簡単だね。ちょっとなんかどこで頭打ったか教えてもらっていいですか。なんでよや、バイクで後ろに乗ってかみたいな。なんかそんな簡単に昼間すごいね、なんかビビッときたんだ。じゃあいや昼ただタイミングが、なんかこのスケベ親父とか思わなかったんですか。いや全然なんか、あの飲み屋のお客さんとしてはすごくいいお客さんな人だなって、もう人柄とか、人柄と金払いも良かった、金払い良かったですよ当時は。超常連だったってこと。あ、もともとそのバーの、まあ簡単に言うと飲み方がかっこよかったってことですね。そうですね、綺麗な飲み方、綺麗な飲み方、綺麗な飲み方。ちなみに綺麗な飲み方とは、もうガンガンテキーラを30分に1回出すみたいな感じ。あ、これ綺麗ですか。30分に1回テキーラ飲んだって結構酔っ払うよ。めっちゃ酔っ払いました。ベロンベロンだよね。その頃の河合さんの事業は何されてたんですか。まだ IT 関係、まあ、IT だけじゃなくて出版もやったり。あ、沖縄で出版も。実はね、沖縄の本出してたんです。河合さんが沖縄の本を、あの青森の専門誌出してた。マジで。カラカラっていう。へえ。7年やりました。あ、いいえな、やるな、今度ね。赤字だったって言ってます。増刊号をまた出そうかなと思って。その過去のいい記事集めて。ああ、これはだけど、なんでずっと7年も沖縄でわざわざ。まあそれにあの熱意を持ってライフワークとしてやってる男がいたんですね。で、阿南光三って言うんですけど、ピアの創業者で、で、まあ、沖縄と大阪と行ったり来たりしながらそういう本を作ってたんですね。でその事業を応援してたというか、まあ、会社の事業としてやってたという。なんかいっぱいいろんな会社の名前が書かれてるんですよ。だから本当は何してる人かよく分からないんですけど。全部赤字でしたね。でもそれでも7年持ってすごいね。体力すごいな。いやいやいや、だけどあの出版も何冊も されていて、はい、河合さんが自身、その中に非常識な組織がどうのこうのっていうのがあるんですよ、はい、で評価制度がないとか、ちゃらって書いてたんですけど。人事効果がないってこと。そういうことだったんですか。もうなんか乱行パーティーみたいな会社を経営されてたっていう。全然違う。今のはちょっと違う。要はあのやりたい放題って言いたかったと思うんですけど、伝わらないですよね今のね。はい、大きい会社になると、はい、人事部っていう中央集権型の構造でね、全部そこが仕切っちゃいますよね。大きい会社が作ったことがないんですけど、そう、人事部がない会社。簡単に言うと目的ごとに組織が作られて、でその言い出しっぺが、まあいいリーダーであろうと悪いリーダーであろうと全権握れると。へえ。という仕掛けの構造体のその組織論を唱えて、まあ、それが当時はうまくいったんですよ。ものすごいダイナミックにバーッと動いて、もう現場至上主義みたいな、もう現場の判断してどんどん決めていいぞみたいな。あとなんか僕はもうちょっとまだパラッて読んでないしか分かんないですけども、もう20年前の本にですよ、もうインターネットでこう今みたいにフェイスブックみたいにみんながつながった時に地球規模のなんかガイアみたいな脳みそになるみたいなことを書かれてましたよ。なんか、はいはいはい、地球意識みたいな、多分どっかで本当に強く固まったと思うんですよね。もうガイアレベルで20年前から物事を議論したんだっていう中で、最後にあの水が大切だっていうところに行って、もう時間がなくなってくるんですけど、もうこの水今愛用しているので。徳さんも飲んだけど、親さんも飲み始めてるの。まだ。いつから飲むの。いや、まだ物もらって。あ、まだ届いてないんだ。あ、なるほど。取りに行ってないだけ。もうあるけども。だけど上原さん、僕背中触ってもらったんです、プロなんで。はい、針の、はい、あのね、針ちょっとプロかもしれない。マイク、マイクある、マイクある。マイクあるから。あ、マジで、プロとして僕の背中がどうなってるかちょっと触りに行かない。あ、そうそう、背中論。今日もすごいよ。あ、本当だ、この前よりすごい。マジで。は、今日もすごいよ。1週間でまたさらに柔らかくなった。1週間前と全然違う。マジか。もう全然違うよ。本当か。うん、見て。安心な。もう本当プロが触ってええって言ったら相当。ちょっとみんな見ててよ。ガチガチ。これ30年間できなかったのにね。いや、ほんまに柔らかくなってますね。おお、回った。見えましたか。君
水飲んだ。ほんとやばい。ほんとやばいよね。マジか。その水についてちょっと、水ってなんだろうっていう話ですよね。うん、うん、じゃあ水がなんだろうのコーナーに行く。ダイヤル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 。トゥ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 。もしもしニッコニッコ、もしもしニッコニッコ。なんでも聞いた子プッ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 プー。はい。まあ、シーマーちょっと早いな。あと10分後だった。これ今30分だ。速攻 CM 言ってたの。はい。じゃあ今日は水博士の河合歩さん。河合歩さんに来ていただきました。もうこよいなく水を愛する、はい、じゃあ赤井さんちょっとねうんちくも含めて、ね、まず水の魅力とはっていうのかな。水の魅力で、はい、お願いいたします、はい、ね、水というかね、科学の世界で分かってることと分かってないことってあるんですよ、うんうんうん、で科学っていうのはその自然界の現象で再現性のあるものを科学って言ってるんですね。で、再現性がなかったりちょっとなんでこうなるのか分かんないという因果関係が分かんないことは全部今まで非科学っていうことで表現されてきたんですけど、再現性ないやつはね、僕が今お伝えしてるのはその未科学領域っていう、未科学っていう言葉を使おうよと。おーすげー新しい、まだ科学が到達していない あのその部分やの話なんです。あーでそこのそうなんだ、まあ、いわばど真ん中にあるのが水なんです、ね、あれって水って未科学なんですか。もう完全に未科学。マジで。そもそも水ってなんで氷になるんですか、物理の先生。いや凍って0度以下になったらそれは凍るでしょ。それ現象じゃないですか。あ、そっかそっか。なんでっていうのがないね、そういえばね。うん、まあ分かんないことばっかりなんです。分かんないですよ。全部分かんないんですよ。未科学ばっかりだ。そうす。で、まあいろいろ調べていくと、はい、やっぱり水のやっぱ不思議なこととか分かってないこととかで、成分、水っていうのはあらゆるものを溶かし込むあの物質なんですね。溶けますよね、本当にね。全てのものを溶かして込んでしまう、うん、溶かさ唯一溶かさないのはダイヤだけなんですね。あ、そうなの。ダイヤ溶けないの。ダイヤだけ唯一なの。そうす。あと全部溶ける。あと全部ね、あの水と親和性がある。へえ、ダイヤだけがないんだ。マジか。で、水にそういういろんな金属イオンや、いろんな物質が成分として混ざった時に、それを水の性質とみんな考えてたんですね。成分の部分だけを説明してたんですよ。ただ今僕やあの世界中の学者がいろいろ研究してるのはその水そのものの変化なんですね。水そのものは何も変わらないと思ってて、そこにいろんな成分が加わることによって水がね、うん、な機能を持ったり持たなかったりするっていうんだけど、そうじゃなくて水そのものが変化をしていると。で、まあいろんな諸説ありますけど、あの水自体がその構造化されたり情報化されたりして、うん、その情報伝達を行っているような機能もあったりすると。水が情報伝達すると、うん、それをこの前まあ、僕はもともとその磁性体フロッピーディスクとかを扱ってて、それに例えてですね、戸口さんに、まあ、生のフロッピー買ってきたのが不活性の水と仮にすればフォーマットをした水、フォーマットしないとちゃんと使えないですよねと、情報の伝達に使えないですよねって、うん、それを水の世界でも起きてるみたいなことが今分かりつつあるんですよっていう説明をさせてもらった。だから水素水とかミネラルがとかそういう話じゃないんですか。じゃないんですよ。一応 ね、うん、ね、なんか水素水ネガティブキャンペーンって全然いいね。上田さんも怒ったけど、うん、あれおかしいよね。ネガティブキャンペーン自体がね、未科学のものなのに、うん、なんかされてないとかなんか言ってるでしょ。何の話ですか。水素水ですよ。水素水で何かあったんですか。なんかね、効果がないっつって叩かれてるんですよ今。へえ。もう完全に嘘なんだけど、絶対別に悪くないと思うんだけど、なんか あったんじゃない。あ、まあまあまあ今の話とはちょっと違う話だった。あと要は未科学のものだからね、要はおかしいっていうのが自体がおかしいって言ったりですか。お菓子は300円分ですよね。まあ、300円以内ですね。遠足は300円以内、ね、はい、バナナは入りません。バナナでその水の水自体が構造っていうと、なんか一般的な方はなんか結晶みたいなイメージになっちゃうんですかね。クリスタルみたいな、まあ今までの概念とは違う話をしてるんで、だからもうそういう結晶とかいうところでもないんですね。そうそう、結晶とかいうとちょっと今までの概念なんか、はい、また余計に、そうそうそう、未科学っていう言葉って今本当に初めて聞いたんですけど、これ普通になんか
広がってるとか伝わる言葉ですかね。僕が使い出してる言葉なんですけども、周りでどれぐらい使われてるか知らないです。いやでも初めて多分本当に初ぐらいの勢いですよ、うん、未科学ですね。未科学。スピリチュアルという言い方はあえてしないんですね。しないですね。しないね。未科学ね。スピリチュアルっていうのは精神的なっていうところになんか寄っちゃうんですか。うん、あそうかそうか。一応科学の領域で、未科学なんで。例えば お化け霊障みたいな話あるじゃないですか、うん、お化けが出るとかで、ああいう話するとまあ全部だけど、水の研究してると霊障もなんか水の情報伝達で説明ができそう。マジで？なんですよ。水で説明ができそう、うん、結局ね、水にいろんなその人間の意識というかそういうようなものが仮に記録されるとしたらですよ、うんうん、でお化けが出るところってまあ湿度の高いで言いますね、移動が、うん、ちょっとジメジメしたところ、水の場所なんですよ。全部あカラッとした砂漠にお化け出ない。聞いたことないですね。出ないんですよ。で結局水との関係性で、おそらくそのまあいろんなその当時生きた人の思念みたいなものが水に仮に記録されたとしたらですよ、それが何らかの形で伝わった時に霊障として、すげえ感じ取るわけですね。やばい、もう今の話で取り当たってる、うん、ほんまや。まあ普天間さんはそういうセンシティブな人なんで、すぐ立つ男なんで。誤解あるわ。で、神事にも使われますよね。神人、神事。神事、神事ね、はいはい。必ず神事にはあらゆる宗教は、そうですね。水はおみきとか言ってね、必ず水は絶対ですね。さっき本当に河合さんがおっしゃってたんですけど。液体がある惑星は太陽系にまだ木星の衛星タイタンにはあるんですよ、うんうんうん、液体がある星、はい、液体があって、うん、だけど水じゃなくて水素が液体になってるんですよ。もうH2O が液体になってるのではなくて水素が液体になってるんですけど、マイナス百何十度ぐらいで、まあ、その圧力下と温度、圧力と温度で決まるじゃないですか、うん、気体になって液体になって、うん、だけどその水素の液体にはクッキーも溶けないって、溶かしきれる液体はないって言って、ああじゃあ本当にもう地球の水なんだ、水にしか溶かしきれないっていうと、なんか水にだけ意識を、だから意識を置いとけるような感じしません、情報を。じゃあちょっとまあ、今のとつながる H2O っていう表現はまあ間違ってるというか、そういう表現もできないってことですね。もう水っていう表現しかできないですよね。いや、科学的には H2O ですよね。そうです、表現すると H2O、うん、H2O それは OK だけど、それが生 H2O じゃないですか。うん、生、例えばですけど水道の水も H2O なんですよね、うんうんうん、でだけど山のね、人口さん言ってましたけど、うん、山の奥深くで湧き水を飲んだらむっちゃうまいんだ、うんうん、同じ表現なんです。 H2O は H2O なんですよ、うん、だけど科学でそうとしか説明できないです、うん、この違いが説明できないです、うん、あ、なるほどですね。でいろいろ調べていくと、機能水っていう機能を持った水っていうのが作れたり、あ、存在したりするんですけども、その水を飲むことによってその健康状態が変わったり、うん、今回今言ってるのはその筋肉をものすごい柔らかくしたりとか、うん、ちょっとこれは僕、うん、ぐらいの人って結構います、何人も。いや、そこまで無茶してる人いないと思う。徳さんもうバキ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 折ってますからね、はい、もはや、はい、もうすごいよね。ちょっと自分でもちょっと信じられないぐらい。いや、すごいことしてはると思う。普通はそこまでしないし、もうぐちゃぐちゃだよ背中周り、うん、今のうちに CM 行っとこうな。なんか盛り上がった時に切ったらもったいないからや、うん、じゃあ一回 CM 挟みましょうね。はい、はい、なんかプロっぽくなってきてる、ね、CM です。はい、めっちゃすごくない？え、何分ぐらい CM？ 先々週よりすごい。ねえ、こんなに削除する気になった？削除で、再開、ね、はい、すごいですよ。オッケーオッケー。何分ですか、はい、ね、1、2 分、お手洗いですか？こんなんでいいんですか？こんなんもう完璧ですよ。今日は良すぎますね。良すぎます。今ちょっとね、真面目にしすぎてますね。今前回のさっき聞かせてもらったんですか？なんですか、さっき。ああ、内容ね。どんな感じかっていう。朝起きたら、こんな感じっていうね。こんな感じっていうね。どれ見せたかにもよりますけどね。だから前の前の話してる時。で商品名はもう出さないで、うん、もう商品名出すとなんかいやらしくなるんで、うん、水でね、その
ちょっと遠くからこの水の話を、水の話をするってことですね。そうそうそう、商品の話だよね。うん、そうですね。で、水が変わるとそういうことが起きてるっていう、こあの、はい、ぶっちぎりトゥナイト、今日もぶっちぎりトゥナイト言ってなんか番組名変わったんど番組名変わったんどぶっちぎりトゥナイトってありそうやしありそうやし、ぶっちぎりトゥナイト、あの素晴らしい水の話なんですけど、はい、かわいいあゆむさんと、はい、あ、池田何さんしたの真似する京子と申します、狂った子って書きます、狂った子あ、その京子ね、狂った子で池田京子、はい、結構男騙していっぱいここまでこの美貌を使って、ね、騙して200万ぐらい稼いでここ整形してまた騙して稼いで今度は足スタイルも、もうそろそろなんかあの殴った方がいいですよそろそろ、はい、後でドンキ渡しましょうねドンキをという感じだけど、水飲んで綺麗になってるんですけど、だけどその元々が綺麗ですよね。え、もうでももちろん飲まれてますよね、当然ね、一緒にその、はい、一緒にこうサポート研究されてるんだから、はい、個人的に飲んで一番変わったの何があります？池田さんが、ずっと疲れやすかったんですけど、はい、もう低血圧キャラというか、それがなくなりました。マジか。うーん、こういう状態でもガクって寝ちゃったりしてたんですけど、あそこに服部半蔵くん、服部くんが顔がわかります、はい、服部くんに似てますよね。服部くん何歳だった？23です。あ、23か、はい、23で童貞なんですよ。一応ギリギリどっかで筆を下ろし終わった水飲んだら変わりますかね、いい男になりますかね、彼。あ、水飲んだら童貞治るんじゃない、治ります。川井さん、この水飲んだら童貞治りますかね。あのね、縁が変わるみたいな。あ、ご縁が良くなるって、あ、だから童貞も治るかもしれません。童貞治るってこんな表現初めてしてよ。童貞って治るんだ。俺も早く出会っとけばよかった。自分童貞21ですよ、治ったの。治ったの21だよ。俺は飲んだらもう18歳で治ったのに。上原さん童貞いつ治った？何歳に治った？自分16、16、15、16ぐらいで治った。違う、プロ相手じゃダメだよ。いやいやいや、カウントしてね。プロ相手は童貞カウントしない。なカウントしない。あ、じゃあ半蔵お前直そうぜ。これを機に直したいですね。え直す、あの水に僕はあの要はマインドが、いや情報って言われる、水には情報を持ちそうじゃないです。持たない方がおかしいような感じですね。情報っていうか、一応よくまあちょっとスピンの話になっちゃうんですけど、お水は波動が入りやすいっていうのをよく表現するんですよ。あ、まあ、要は思いが入りやすいって、それを思いを情報だとしたら、一応聞いたことありますね。思いは情報でしょう、漢字で書かれる心って感が入ってるから。あ、じゃあもうやっぱ情報が水に入るってことですか。入りますよ。だから、うん、江本さんね、去年ね、あのね、水のね、あの決勝、はい、ありがとうの水の亡くなられちゃったんですけど、もうあの親しくさせてもらってたんですけども、うん、あのありがとうっていう気持ちを持って水に接すると、うん、もうやっぱり水がそういうふうに、水の感受性っていうのはすごいみたいなんですね。ああ、いい、素敵な言葉ですね、うん、水の感受性っていいね。惚れました。ああ、やばいっすね。川合さん、ありがとうございます。この良きご縁に感謝です。水の感受性ってよ、うん、素敵じゃない。普天間さん、ま、男もいけるんですか。もう続けて喋ってください。悪く言うと、フラシーボコ、もう思い込みなんで、フラシーボコ、うん、だけど、そうではないその感受性と呼べるような要素が僕なんかは感じますね。なんか僕、思い込みが強いんで、この水のおかげでよりパワーアップしてるような感じがする。あ、うん、やっぱ水がなんか相性がでもぴったりだったんでしょうね。徳さんもありとあらゆることを施術したでしょ。肩周り柔らかくするってなりましたね。肩に、右肩に2000万かけてますからね。ここには600万ぐらいですけど、うん、もう本当にね、硬いのがもう悩みだったらしくて、だから今喜んでるんですよ、うん、30年の悩みがこれで解決したっていう、うん、逆に下は硬くなってますよ。これいいことですね。下は硬い方がいいですからね、うんうん、でもね、徳さんが飲まれてる水は、前回あの以前と今とは水そのものは変わってないですよね、どういう意味ですか。水そのもの変わってないって、
あるちょっとどうぞどうぞ別にあのミネラル水とか入れてるとかじゃなくて機能変える施しただけ水自体ただ入れてるだけです、うん、水道水 そのなんか機能化させるその活性化させる方法について今いろいろ研究をしてるんですけども、うんまあ、自然界の水っていうのはやっぱある種の活性化したそういう生きた水になってですね、うん、だけど水道水っていうのはやっぱりそうではなかったですね。そうですよね、いろいろもでこの違いが何なのかっていうところが、うんうんだけど、まあ、天然のその鉱物イオンが、うん、やそのいろんなものでその水自体のその情報がなんかリセットされたりフォーマットというか構造化されて情報が乗りやすくなるとか、なんかそういうことがいろいろ今世界中でいろいろ研究されてるんですね。ポラック博士なんかも今その辺の水の第4の状態ですね。え水の第4の状態ってどういうことですか、はい液体固体気体第4状態そうすえじゃあ液体でもなく気体でもなく固体でもなくもう一個の状態まあ言うとそのジェル状のあジェル状はい本来のその固体とも液体とも言えない状態がいろいろその意味のある状態なんだということでまあ、この辺はねまだ難しい話なんですけど水の第4の状態という形で EG 層っていう言い方をします。 EG 層はい EZ 層とかね EZ 層 EG 層あ、まあ、今ある表現としてね第4の状態を EG 層、うん、あのセルラーですねイージーウェブですねあれは EG ウェブです分かった方、うん、ちょっと自分があのお水何飲んだらいいかっていうのを話してて何でもいいんですよで、うん、徳地さんに、うん、徳地さんなんか沖縄になんかいい水ちょっと作ってって話したんですよ、はい、徳地さんなんかお水作れそうだから、うん、徳地さんお水作ってってただ軽い気持ちで言ったらこの1週間後に河合さんと出会ってるんですよ、うん、そしたら1週間後に普天間さんなんかすごい水見つけたよって言って、うん、何年って言って今ここまで行ったんですよ。なるほど。徳地さんにお願いしたんですよ、うん、したら集まってきたんですよこの人のところに、うん、そんな感じ、うん僕は別にどうでもいいんですけどね硬さえ回ってくれればまあねもうクリアしましたからねあの何ですかね僕はその自分だけ自分の中ではもうこの水はやばいですよ、うん、なんで自分の体で実験したんでだからあの今度普天間さんの番ですよ普天間さんまた割り合ったらいいじゃないですかあそうそう 今ストレッチクラブ始めたんですよストレッチクラブやってめちゃめちゃ硬くてですねあのねむっちゃ分かりやすいのはその機能化されたちゃんと自分の体に合った水を飲むと、まあ、利尿作用が おしっこ最初よく出るようになりますおしっこがよく出て、もうトイレが最初近くなると思いますで結構その老廃物というかなんかそういうのが出尽くすと体の水が入れ替わるとそうですよ ね、 あはあ入れ替わったらね僕は 体重が100キロだとしても2リットル飲んでまあ運よく 50% 入れ替わっても1リットルじゃないですか、うん、最低100日かかりますからね、うん、1リットルずつ毎日そっかそっかでだけど始めてもらったらすぐ分かるのはその筋肉痛がなくなるんですらしいですねだから徳志さんがなんか痛いけどすぐ翌日とか、うん、下手したら 半日治るとか言うから、うん、次の日寝込んでましたよ2週間の 月曜日飲む前もうダメだもう3日4日入院するかもしれないと思ってます痛くてうん痛くて本当すごいですねなんでもうね上原さんにもそっちこの肩どうにかしようよとか言ってましたよね、うん、徳さんもうつくようになりましたこれもうちょっとですよあもうちょいこっちもつくついに、うん、もうちょっと左が全然こうつかないのでああちょっと実験にはこっちいいかなと思ってじゃあ水来た時に僕2人でバキッてあれで折って折ったらダメよ折ってはダメだよ、うんうんだけどやっぱでもなんか話聞いたらやっぱ人によってね味疲れが疲れなくなった、うん、柔らかくなったなんかそれぞれだけど疲れないとか筋肉がとか言って全部なんとなく水が良くなったら水は血液が良くなるからね方言で言ってもね、うん、病は血ぬわざるやんどうでしょやめや血ぬわざるやんどうだから病気も全部血だからね、うん、病気は全部血だけど血って水だからね、うんあの病気についてはいろいろね僕も最近発言が過激になっちゃってね、はい、あれなんですけども過激な OK です、はい、あのこっちねもうバンバン行った方がいいこっちもあの二人なんかね、あのもうすごいですよもう、うん
あの胃炎病っていうね、医療が原因となってる病っていうのが、胃炎病大好物です。胃炎病もう医療大嫌い、医者嫌い、医者嫌い、医者嫌い、病院嫌い、薬大嫌い、あのもう全部なくなってしまいって言ってる、いつも、うんうん、もうフェイスブックで書いちゃいけないことばっかりが、医者死ねとか書いてる。いやもうそれぐらい勢いね、バッキュー医者とか書いてるよね、結局ね、うん、水であの、うん、さえちゃんとすれば内科の病気は全部なくせると思ってます、内科でいろいろ各部位ごとにね、あれは製薬会社がいろいろ担当決めただけで、あーこれ縄張り縄張りマジか、縄張りやんばこっち、脳はワンのワンの島やんど、そんな感じね、うん、やった入らんけよって、入らんけよ、まあ、体っていうのは一つなんです、ワンなんですね、ですよね、ワン、うん、だからこの一つに対して全体に影響を与えているということで、やっぱり筋肉に対しても、あのだけど分かりやすいのはまず腸ですね、腸、人間はやっぱりもっと、人間という生き物はもともと腸が生き物だったみたいです、で最近言うの、腸が生き物ってウケる、腸すごい、福さんそれいらないっすそれいらないっすなんで腸って言うんだもん、ねえマジ、え、腸から始まったってことでしょ、じゃあ、そうそうそう、え、上田さん知ってたの、なんで最近言われてますよ、人類の基本は腸から始まってるから、はぁ、あ、人類の基本は腸からでね、脳はサブ CPU だったみたいな話、あ、脳がサブなの、そうなんですよ、脳が後、ノーノーノー、一番最初の脳が腸、なんで一番最初の脳は腸って、腸がもともとなんですよ、腸がもともと腸由来で脳ができてるわけですよ、そう、マジか、うん、あのね、あの、まあ、ちょっと話ちょっとそれるみたいなんですけど、はい、頭で考えること間違うんですよ、あ、わかる、もう腹で考えることは正しいんですよ、ああ、だから腹にまつわる言葉はいっぱいですよね、そうだね、腹を決めるとか、腹を割るとかね、最後腹を切るまでいきますけども、まあそここ第一なんですよ、でハラハラする、それは違うか、あ、でも、あ、それもそうか、あ、でもそれも あるんじゃない、あるから、うん、だけどこことここが矛盾を起こしたときにストレスっていう状態を起きるんですよ、あー、頭と腸が矛盾、あ、ここが考えること間違うんですよ、あー、これどうやったら止めれます、頭の考え、俺ちょっとね、自分の腹に問うことですよ、うん、腹に問うんだ、そうです、人に聞いたらダメ、腹に落ちてきたね、うまい、腹に落ちてきた、今の話腹やばい、腹に聞けと、そうです、あ、だから俺は上原さん個人的に超すごいと思ってるからさ、うん、この人ね、もうバンバン当たるさね、多分腹に聞いてるはず、この人何かやるとき、そんな気がする、うん、奥さん選ぶときお腹がゴロゴロってしたでしょ、腹で動いてる人はゴロゴロしたかな、ブレないですよね、うん、ブレない、そう、この人ブレないのに、そうです、うん、ずっと悪いことばっかりやってます変わらずに嬉しいです、すごいね、そういった意味ではね、もう10代からこの人腹で生きてる男だよ、すごいすごい、水がな、あのその構造化するのにの、あのこの宣伝じゃないですけど、この入ってるこの石のことを知りたいです、ちょっとまた水も知りたいですけど、うん、いろいろ調べていくと、やっぱり鉱物のイオン化したものが水に何らか与えてると、影響を与えているみたいで、イオン化というと分かりやすく、そうね、イオン化っていうのがよく分からないには、よく三栄化イオン化ってアランド、うん、アランド、いや、拍手いらない、うまくない、うまくない今の伝わりました、三栄化イオン化って、ま、分かります、伝わりました三栄見えてるけど、あっちから三栄化イオン化みたいなね、あのちょイオン化ちょっと分かりやすく、ちょっと小学生にもイオン化はもう簡単に言うと大きく端折って言うと、金属が溶けたことイオン化して、あ、金属だから溶けた状態、微量に溶けた状態です、うん、金属は入り溶かしないと人間って摂取できてないんですよね、そういうことです、その鉄を鉄粉を水にやっても飲んでも意味ないですよね、そうです、ミネラル水っていうのはその金属イオンを含んだ水っていうことです、ああ、なるほどですね、あ、金属イオンをミネラルウォーターっていうんだ、そう、含んでるやつを、そうです、はあ、で、あの逆に川から流れてるとイオン化されそうっていうか、当たり前ですね、うん、そうそうそう、自然界でイオン化、自然界のそのね、ミネラルがね、ですね、そういうことです、やっぱじゃあのよくほらマグネシウムの量とか書いてあるじゃないですか、その水に、はいはい、多いとイオン化されたミネラルが多いって取り方でいいんですか、ね、それがミネラルが多ければ多いほどいいっていうわけでもないんです、あ、そうなんだ、多かったら硬水って言われるに硬い水になって美味しくなくなります、うん、そうですよね、うん、で
でじゃあ逆に純粋は美味しいのかっていうと、まあ、それもあんまり美味しくなくてですね。で逆に純粋っていうのは体に悪いの知ってました？あ、聞いたことある。なんで悪いんですかあれ。これは聞いたことあるんですよ。これね、我々も水なんですよ、うんうん、でそこから外部からこう摂取水を入れるわけですね、うん、その時に純粋入れると、うん、ああ分かった、どういうこと？多い方から少ない方が流れますから、うん、浸透圧みたいな感じ。そうそうそう、浸透圧。あ、つまりそうなんです、奪われるってこと。そういうことなんです。マジか、邪魔が嬉しい。目がキョロキョロしてて。いやだって普通にさ、某スーパーで純粋って売ってるよ、うん、純粋な人だけにもう。いやいやいや、いや危険さ。まあ元気なくなります、あんまり飲むもんじゃない。マジか。だから本当はやっぱりね、いい水で、うん、その土地土地のいい水って言われてるものを、特に自然界の水を取った方がいい。殺菌だけして、殺菌っていうのももう煮沸してっていうのが一番ベスト。自然界の水をね。腹で決めたと言えば、腹で気づいたといえば、河合さんにお会いする、池田さんにお会いする前日に川に行ってるんですよ、うん、そこで川の水飲んで美味しいって言ったその味と同じだったからすぐ好む。そう、あ、めっちゃ敏感なんかもしれないですね、うん、これ川の水の味がする。あ、そっか、本当に腹が決めてるね。腹で決めましたね。すごい。その元の水は水道水ですか？あの川の水は川で直接飲んでる。あ、その川の水の、この味美味しい、川の水美味しいで、それをやった次の日水道水、この水、このあの川と同じ味がする。水道水が川の水になったってことでしょ、はい、そうそう、いや、この水はどこから。この水は水道水ですけど、あの河合さんのやつをこうやって飲ましても、あ、これ川の水の味がする。で、これもう理由はいいから、もう僕飲みますよって言って、これまあ、美味しいんですよ。あ、簡単に言うと美味しく感じる、うん、美味しく、本当水道水でさえも、うん、マジか。やっぱりダンダンドゥンドゥビドゥビダバンですからね。感動説明性、今どういうことか。違いが分かる男だからって言いたいんですよ。違いが分かるんです、年代がちょっとね。ストップの理由を、へい、池田さんも伝わってる。なんとなく分かるんだ。分かった、分かりました。別にクイズじゃないからね。違いが分かる男なんですよ。なるほど。なんかそうですよ、ね、ウイスキーの宣伝かなんかですよね、多分ね。おそらくは。はい、そうです、そうです。メタファーが通じないって、もう今のはね、絶対ジェネレーションギャップですよ。あ、ジェネレーションギャップですか。だけど29歳でも分かってる。分かった、分かったんだ。あんまバーでやってるか、多分なその辺はなんとなく分かった。あ、また夜の商売バカにする。なんでじゃ。夜の商売バカにした。いつバカにした。いつバカにした。そうそう。なんかね、突っ込んなんかね、なんかもう先読みしすぎて。まあだけどその銀英字っていうところも。銀ね。うん、銀はね、昔から。これ本当ロストテクノロジーで、ロストテクノロジー、そうそうそう、過去に存在していて今はあんまり分かってない、まあ、科学の世界では銀イオン化された水がいろいろ殺菌をするメカニズムが説明できていないんですよ。だけど殺菌してしまうんですか。殺菌、結果は分かるけどなぜかは分からないと。ああ、好きになったけどなんでか分からないってやつでしょ。あれだね、もう、うん、でもなんでか分からんもん ね分からない、ね、いい話。なんでかわからないんだよね。もうなんかもう好きだから仕方がないんだよね。これもうね、いい感じで先に CM 行っとこう。途中止まらないんです。行っとけ先に。まあ、仕事しなよちゃんと。一回一回 CM 行こう。エジな。何時まで？あとなんと7分で終わりです。あと7分。次エンディングです。エンディングです。だけど次のラジオもあるんですよ。次。あ、そうです。メインパーソナリティ。せっかくだから2時間出たと思う。続きもはい、あと1時間あるので。あ、分かりました、はい、自由です。ここが打ち合わせ場所って言っても過言じゃない。本番が打ち合わせ場所なんですよ。本番がね、メンバーの。今日のラジオ徳原に半蔵なあ、お金払えよ、お金かれようが。あとお話しするのは何話、まあ、クローン病が完全に今治るっていう話、もう商品の話しないと、はい、ない、まあ、中身だけです。中身の話、そうそう、中身の話だけちょくちょく、はい、それこういうことを調べるきっかけになったのはこういうことだっていうことと、であと10秒前です。ちょっとその辺の話、はい、パパッとします、
一応あの今喋ってるのもユーストリームでは入ってるので。いいことあるぞー、ダンキンドーナツ。はい、ダンキンドーナツ。ダンキンドーナツは個人的に好きでした。大好きでした。わからんか。ダンキン、ダンキンドーナツね。エベルベチョベルベチョピン。ダンキンドーナツ。チョコンチョワンチチワンチチョピン。エンディングいきましょう。はい、じゃあ今ここエンディングね。いやー、河合さんちょっともう終わりですよ今日、あと5分ぐらいで。銀の話だけはこの番組中で終わらせましょう。あと5分ぐらい。銀の話か。でもそ昔、ね、銀ってあれですよ、はい、AG って書くから沖縄の方言ってあげになるんですよ。あげあげ長くなるよ時間。はい、ほんで、ね、ほんでね、昔船の航海するときに銀の壺に水を保管したとか、うん、銀の皿とか銀の玉とか、うん、聞いたことあるんですね。だから結局王様が使う食器類は全部銀使われましたし、はい、その殺菌効果とかっていうのは昔から知られてたみたいです。これ殺菌効果があるから銀の皿だったんですか。ただそれだけじゃないですね。まだあるの？それだけじゃなくて、さっき言いました水の構造化情報化と結構深く関わってます。知ってた、知ってたみたい。直感的に知ってた。科学的には説明いまだにできてないけど、知ってた。僕も前の妻と目が合った時に知ってましたよ。あ、知ってたって。何の話？何の話よ。何の話よ。その知ってたで、ね、知ってたの仕方がないじゃないですか。まあね、知ってたからね。うん、でね、知ってるんだもん。もともとはその純銀イオンの水っていうのを作る技術として、大阪の大学が持ってた技術をもとに僕がいろいろ研究を始めたんですけども。うん、まあ、驚いたのは腸に対するそのダイレクトな効果が。腸にダイレクトな効果。腸にダイレクトって大変なことなんですけど、琉球温熱の矢菊勝子先生がいらっしゃるじゃないですか、うん、全部腸だって言ってましたよ、病気は。そこ全部病気は腸なんだ、うん、腸だって言ってましたよ。そう、腸だ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 って。今もうものすごい数、今3万人とかいう数出てる難病で、クローン病っていう病気があるんですけど、あれがピタッと治る現象を目の前で見てしまったんですよ、その水だけで。今ね、狙われるよ、ちょっと、うん、マクロビーの世界の先生方、僕知り合いが多かったんですけど、うん、腸にだけはなかなか食品で届かせるのが難しくて、ないんだよって。ないって。そうそう。それをダイレクトに。ダイレクトにマジか。そう、水でできるっていうのはものすごい。だからマクロビの先生方はみんな。じゃあ腸が良くなると吹き出物とかも全部なくなる。そうなんですよ。そうだよね。肌が綺麗なんですよ。肌が綺麗。そうだったんですか。はい、そう。だから道理で。昔ブスだったんですよね。肌きれい。昔肌がピチピチゴジラって言われてたらしいですよ。ブツブツして。安心なや、安心なや。あれがこうなったんか、すごいさ、はい、じゃ、うん、だけどそういうことなんですよ。で、まあ、今いろいろ調べてまだ研究中ではありますけど、まず腸に対する効果がすごいのと、で腸がきれいになると体全体としていろんな病気はなくなっていくっていうことと、腸って2週間ぐらいで入れ替わるんですよね、うん、細胞が。あ、そんな早いの？すごい死んで入れ替わりが。へ、我々ね、もうもともと水なんですよ。であらゆる生命、さっき宇宙の話出ましたけど、地球上に水がもたらされた時から今に至るまで水の質量って1ミリも変わってないらしいですね。あ、そうなの？全体のバランスとして。マジか。で、生命は全部水ですよ、の営みですよね。僕がかわいい、ね、形作ってますけど、死んだらこの体に蓄えた水は自然界に帰っていくわけです。要は生きてるっていうのはどういうことかっていうと、水を蓄える力を持ってる状態が、まあ、言った水玉の状態になってるのが今我々の一時的な状態。河合さん、ここで毎週言ってる話と一緒です。あ、そうそう、僕たちクソ袋って言ってるんで。クソ袋、あの水の塊で、うん、物食ってクソ作ってる袋だから水袋ね、うん、そうそうそう、うん、で役目を終えたらこの情報がまた全体ワンにリリースされるわけです、うん、でそのまた色濃くついでもう一回生まれてきちゃうと、その水の情報を、そうしたらその生まれ変わりと言えるのかもしれないですね。うーん、なるほど。まあね、さっきスピリチュアルの話もありましたけど、スピリチュアルの的な現象も科学に置き換えると、水の営みと考えると結構説明できることが多くて。すげえ、すごいよね、これ。今日のラジオやばいだろ。
お前はこうやってネガティブなポ要素のあと2分だとか、何でそのネガティブなことばっかり。お前ネガティブキャンペーンか。だからね、仕事したらネガティブって言われてる。お前に言葉遣い気をつけないと。何を言ってる。2分、あと2分だね。あと2分じゃない。まだ2分あるって感じ。まだ2分って。ポジティブに。まだ2分もあります。まだ2分で何があと2分なんだろう。まあそうこうしてるのも時間は過ぎてるけどね。はいはい。いやー、かわいさん良かったですね。いや楽しかったです。これがね、今ここうがなびらですよ。いつもこんな感じ。いつか人気が出ると思います。リスナーがいない。ね、リスナーがいないね、面白いラジオです。リスナー一応いるみたいよ。いるいる、だから、コアなリスナーの。内地から聞いてる人もいてよ。面白いですって、から、俺大阪からいつも徳地さんの見てますって、大阪から親戚来たのに。うん、多分、相当やることない人たちが聞いてる。なんでよや。いや、失礼ろや。あるよや。まだ1分ありますって。そう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 。違うんだよ。数字は大きめに出すんだよ。あと60秒ありますだから。そう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 。さあ多い感じするもんね。あと60秒あります。そう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 。うん、売るときはできるだけ細かい単位にしてでかく見せないと。そう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 。商売の基本だよ。いやーいいね。支払いはできるだけ細かく割って毎月いくらって言わないと分からなくなるからもう。いやよかったよかった。じゃあ川合さんもあと30秒しかないですけど、ね、いかがでしたか。はい、楽しかったです。あ、突然あ朝お誘い受けて今いつもって突然、はい、今日もありがとう、池田さんありがとうございました。ありがとうございました。川合さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ今ここうがなびら、また来週。いやよかったですね。今のうちに水飲んでこないと。